聞き出せなかった。ていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。てい、そろそろ死ね。ねじれ、巻き取れ。ねじれるぜ。させぬわ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車滝つぼ水面蹴雫波紋突きねじれるぜ。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって、くそ、いまいましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て十二気づきに戻るのだ。消えろ虫けら。水の呼吸、苦の肩、水流しぶき、ラン。見えた、月の糸。君の血気術はすごかった。手応えがほとんどない。もしやこれも夢か。あの方も柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよくわかったよ。存在自体が何かこう、とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。早く首を。伊之助、このマスターが鬼の首だ。Okay.
切れ、強気だ、切れ込むだけ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽、ヘキラの天。俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。うわー、止めた、信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。あ、しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。あ、腕が抜け、逃さない。切らなければ鬼の首を。早く、夜が明ける、ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助動け、煉獄さんのために動け。獣の呼吸、一時は無駄強く。うわあ、手こずった、早く太陽から距離を。うん、逃げるな、卑怯者！逃げるな！何を言ってるんだ、あのガキは。脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが。あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるな、バカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない、誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた、お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ。もうそんなに叫ぶんじゃない、君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら俺も負けになってしまうぞ。こっちにおいで、最後に少し話をしよう。炎の呼吸、奥義、この方、火の神神楽。
全部全力を出して刀を飛ばすだけでやっと。煉獄さん、やっぱりとてつもない強さだ。全集中、水の呼吸、龍の肩。無駄だよ。切れた。このまま距離を詰めていけば。ねえ、板の強度はこれが限界だと思ってる。剣技術国士論。もういいよ、お前はさよなら。この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。血の神神楽。禰豆子、起きて。禰豆子、今の禰豆子ならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術できない。俺と禰豆子の絆は誰にも。引き裂けない。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽でなぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。そうか、やるぞ。サスケ。ああ